ここがおねむのベッドだよ。気に入った？わーお。お、すごい。さすがにちかくん。クラスのみんなに声かけたよ。今度の日曜日、13時に駅の中央口集合ね。ホタルちゃんはこういうの嫌がりそうだから来ないかな。トーマは来るのかな。お子様にはまだ早いんじゃない。いない方がいいけどね、あんなやつ。キサキ、歯磨きはって何、客まで寝んの。今日はキサキとエナちゃんとおねむで寝るの。歯磨きもちゃんとしたよ。あ、トーマくん、おねむ連れてっちゃダメ。おねむのベッドはここ。連れてこうとしてるわけじゃ。もうトーマくんも今日はここで寝て。ええはあ、お泊り会みたいで楽しいね。もう10時だぞ、ちゃんと寝ろ。はい、おやすみなさい。ふう、寝れない。いつもこんな早く寝ないし。トーマは寝たかな。次の日曜なんだろ、クラスのやつと集まるの。お、うん、トーマは来るの。行かねえよ、めんどくせえ。だろうね。そもそも俺はいない方がいいだろ。エナがクラスの女子と揉めたのも俺のせいだし、悪かったな。あれはトーマが悪いんじゃないよ。声でけえ。うん、むにゃむにゃ。ああ、私がクラスに馴染めてないのは私がトーマに甘えてたせいだから。ホタルちゃんとニチカくんもトーマがいなかったら友達になれなかったかもしれないし、だからトーマにはすごく感謝してますって。何言ってんだ急に私。うん。あ、もう寝る。おやすみ。おお、寝ろ。おやすみエナ。なぜ、大好きなんだね、エナちゃんのこと。その夜、私はまた夢を見た。私の頭を撫でるトーマの手が、腕の中の体温が心地よくて、夢ならまだ覚めたくない、なんてバカみたいなことを考えた。